にちは、もとこです。本日はこちらのカーディガンの動画第2本目、パート2となります。なので、この動画を見ていただいて、最後まで完成させていただけたら嬉しいなと思ってます。まあ、今年はね、なんか、暖かくなるのも結構早かったですし、なんかこれからも、なんかすぐ暖かくなるんじゃないかななんて思ったりもしていて、まあ、中にね、こういう柄物のロンティー、柄物じゃない、色物のロンティー着ていただいたり、もっと暖かくなったら、こう、素肌をね、こことか透かせて涼しげに着ていただいたりしても、可愛いなと思っております。ぜひぜひ編んでみてください。ちょっとね、もう動画パート1で喋ること喋っちゃったので、あんま喋ることが、オープニング喋ることがないんですけど、ぜひぜひ編んでいただけたら嬉しいです。それでは、糸の詳細など、糸の詳細、チャプター、あとオンラインストア、SNS の情報、URL など、もろもろ概要欄に記載しているので、もしよかったら見てみてください。はい。それでは、早速、編んでいくぞー。それでは次は袖を編んでいきます。袖は鎖編み51目で編み始めて、編み方だったり使用する針の太さは身ごろと同じです。でとりあえず2段目まで編んでいきます。こんな感じで2段目まで編み終わりました。でここの長編みに長編み、鎖編み、長編みという風に編んでいきます。そして鎖編み1目編んだら 1,2,3 目前段を飛ばして、ここに長編みを編み入れます。で鎖2目編んだら1目飛ばして、またここに長編みを細編みを編み入れます。で鎖編み1目、 1,2,3 目飛ばして、ここに長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編みと編んだら、また鎖編みで3目飛ばして、ここに細編み、ここに細編みという風に編んでいきます。そしたらここですね、ここの模様 1,2,3,4 段ですね、4段で1模様となります。 3,4,5,6 で1模様で 7,8,9,10 編んで、で2模様編んで、さらにこの11段目、12段目という風に編んでいきます。まず3段目ですね、立ち上がり鎖編み3目。では3段目を編んでいきます。立ち上がり鎖編みを3目、そしたら前段、この長編みに長編み、鎖編み1目、また長編み、鎖編み1目を編みます。そしたら 1,2,3 目飛ばして、その次に細編み、そして鎖編み2目、1目飛ばして細編みという風に編みます。鎖編み1目で 1,2,3 目飛ばして、長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編み、そして鎖編みを編む。で前段を 1,2,3 目飛ばして、細編み、鎖編み2目、そして細編み、ここの鎖編み、そして長編み、鎖編み、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 細編み、鎖編み2目、細編み、これを繰り返して編んでいきます。ここまで編めました。そしたら最後、今鎖編みまで編めてるので、長編み、鎖編み、長編み、長編みと、この前段の鎖3目を3目目に編み入れていきます。鎖3目の 1,2,3 目目に長編み、鎖編み、長編み、長編み、はい、これで3段目が編み終わりました。次は4段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み2目、そしてここに中長編みを編みます。そして鎖編み中長編み2目の玉編みを、この前段のこの鎖編みを束ですくって編んでいきます。そしてまたここ中長編み2目の玉編みを、ここ
の鎖を束ですくって編みます。で鎖編みを編んだら、この細編みはこの鎖編みを束ですくって編む。でここですね、ここも同じように前段の鎖編みを束ですくいながら中長編み2目の玉編みを編みますというふうに編んでいきます。で最後まで編めたら、ここ立ち上がり鎖3目の3目めに中長編みを2目編み入れます。3段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み2目、そしたら中長編みをまずは編みます。そして鎖編み前段のここ鎖編みを束ですくいながら中長編み2目の玉編みですね。まず一度糸を針に糸をかけて糸を引き出します。でまた針に糸をかけて糸を引き出す。そしてこの針にかかっている5本を一気に引き抜きます。これで中長編み2目の玉編みが編めました。そしたらまた鎖編み糸をかけてすくう、糸をかけてすくう、引き抜いて鎖編み。そして次はこの前段で編んだ鎖2目を束ですくって細編み、こんな風に編んでいきます。鎖編み玉編み鎖編み束ですくって玉編み鎖編み、はい、こんな風に鎖編みを束ですくいながら玉編みを編んでいきます。4段目編み終わりました。こんな感じで模様ができていきます。そしたら、5段目6段目は基本的に編み方は同じです。この模様がここに来る感じですね。半分ずつずれて編んでいく感じです。そしたら次は5段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み1目細編みをここの中長編みに編みます。で鎖編み2目を編んだらここの鎖編みを束ですくって細編み鎖編み、そしてここの細編みに長編み鎖編み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 というふうに編みます。そしてこの真ん中の玉編みの両脇の鎖編みですね、ここを束ですくって細編み鎖2目細編みというふうに編んでいきます。そして最後はここの鎖編み束ですくって細編み鎖2目、そしてこの立ち上がり鎖2目の2目目に針を入れて細編みを編みます。では5段目編みます。立ち上がり鎖編みを1目、そしたら前段のここに細編み鎖編み2目、で次はここの間の鎖編みを束ですくって細編み、で鎖編み、さあ次はここですね、この山と山の間のこの細編みに長編み鎖編み長編み鎖編み長編み鎖編み長、こんな風に編んでいきます。そして鎖編みを編んだら今度ここに玉編みが 1,2,3,4,5 個あるのでこの両脇ですね、この真ん中の玉編みの両脇を束ですくって細編み鎖編み2目、で今度こっち側を細編み、こんな風に編んでいきます。でまた鎖編みを編んだらこの間の細編みに長編み鎖編み長編み鎖編み長編みという風に
編んでいきます。5段目も編み終わりました。そしたら次6段目ですね。基本的に4段目と編み方は同じです。立ち上がり鎖編み2目、そしてこの細編みをここの鎖編み2目を束ですくって編みます。そして同じように4段目と同じように編んでいって、最後この鎖2目を細編みで拾って編んで中長編みを編んで編み終わります。6段目編みます。立ち上がり鎖編み2目で前段の鎖2目を束ですくって、細編み鎖編み中長編み2目の玉編み鎖編み中長編み2目の玉編み鎖編みというふうに編んでいきます。そしたらまずは図案通りに、そうですね、11段目まで編んでいきたいと思います。11段目まで編み終わりました。こんな感じですね。この模様がこんな風に交互にできています。次12段目です。12段目は細編みと鎖編みを交互に編んで平らにしていきます。そしてその次の段で鎖編みの部分を束ですくって細編み、前段が細編みの部分は細編みですねを編みます。で14段目でその前段で編んだ細編みを引き上げ編みをして、ちょっと横にコピーと筋が出るように編んでいきます。で、この長編み4目のこの一番真ん中の鎖編みですね、これを束ですくって細編みで、鎖編み4目編んでこの鎖2目を束ですくって細編みで、鎖4目でこの真ん中の鎖編みを束ですくって細編みというふうに、まずは12段目を編んでいきます。12段目編みます。立ち上がり鎖編み1目、そしたらまずは細編み鎖編み、真ん中のこの長編みの真ん中の鎖を束ですくって細編み鎖編みを4目、そして次はここですね、この鎖2目を束ですくって細編み1、2、3、4目編んで、この真ん中束ですくって細編み、このようにして鎖4目と細編みを繰り返して編んでいきます。そして最後は前段の立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて細編みを編みます。これで12段目が編み上がりました。そしたら13段目は全ての目に細編みを編み入れます。前段が鎖編みのところは鎖編みを束ですくいます。立ち上がり鎖1目細編み、ここは前段が鎖1目なので細編み1目、前段が細編みのところには細編みで、ここからまず細編みを4目ですね。で、細編み、こんな感じで細編みを編んでいきます。はい、13段目が編み終わりました。そしたら14段目は増減なしで引き上げ編みを編みます。で、次14段目は裏から見て編むので、表に引き上げ編みが出るようにしたいと思います。それでは14段目編んでいきます。14段目は裏から、偶数段は裏から見て編んでいくので、この図案だと細編みの裏引き上げ編みを編んでます。なのでこの段は裏から見ながら細編みの表引き上げ編みを編みます。で、裏から見たら裏引き上げ編みになるように編んでいきます。それでは14段目、まず立ち上がり鎖編み1目、そしたらこの細編みの足をこんな風に拾って細編みを編みます。これを全ての目にこんな風に細編みを編んでいきます。
そうすると表から見るとこんな風にちょっと立体的な感じでピーッと横に筋ができていきます。はい、14段目が編み終わりました。こんな感じですね。そしたらこの、13、14で15段目から21段目は身ごろで編んだ編み方と同じです。あ、ここですね、21、22段目までですね、同じです。そしてその次の段、この2段はここ今編んだ13、14と同じです。なので22、23、24、25、26段目まで編んでいきたいと思います。24段目まで編み終わりました。そしたら次は25段目編んでいきます。25、26、27、28は基本的にこの25、26の2段を繰り返して編んでいきます。25段目、立ち上がり鎖3目そして長編みを編みます。そしてさらに長編み2目編んだら長編み2目の玉編み鎖編み2目長編み2目の玉編み鎖編み2目長編み2目の玉編み、そして前段2目飛ばして長編み5目、この玉編みと鎖編みのここと長編み5目を繰り返して編んでいきます。そしてここはこの前段のこの細編みに編み入れていくのですが、この27段目は前段のこの鎖編み2目を束ですくって編みます。それでは25段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目、はい、そしたらここから長編みを3目ですね、長編みを1目、2目、3目編みます。そしたら前段を2目飛ばして長編み2目の玉、鎖編みを2目、同じ目に針を入れて長編み2目の玉編み鎖編み2目長編み2目の玉編み、はい、こんな風に編めました。そしたら前段を2目飛ばして長編みを5目、これを繰り返します。ここのパーツとここのパーツですね、繰り返していきます。こんな風に模様ができていきます。24段目まで編み終わりました。見終わったの25段目ですね。25段目編み終わりました。そしたら次26段目、立ち上がり鎖編み3目で前段の長編みに長編みを編み入れてそこから長編み4目、そしたら鎖編み2目を編みます。そして前段のこの鎖2目を束ですくって細編み鎖編み2目、前段の鎖2目を束ですくって細編みで、また鎖2目、そして長編みを5目、これを繰り返していきます。ここまでですね。26段目編みます。立ち上がり鎖編み3目、そして長編みを1、2、3、4、そしたら鎖編みを2目、そして細編み鎖編みを2目、
細編み、鎖編みを2目編んだらまた長編みを5目編みます。これを繰り返していきます。26段目まで編み終わりました。そしたら26段目まで編み終わったら27、28は同じように編んでいきます。先ほど説明してちょっと違うところはこの玉編み2目の、この玉編み2目と鎖編みを繰り返すここですね。これは前段の鎖編みを束で作って編みます。そして28段目はここからもう袖山に入っていくので、ちょっとこの最初と編み始めた編み終わりが中長編みになっていて長さが少し変わります。でそこから2目編んだら長編みに入っていく形ですね。ここで次27、28、29段目ここまで編んだら29、30はまたこことかここと同じ編み方です。でここから糸を渡してここにつけて細編みを編んで、そしてその次引き上げ編みを編んでというふうに編みます。そして31段目から36段目は身ごろで編んだのと同じ編み方ですね。そこから減らし目をしながら袖山を作っていきます。こちらの図案通りに編んでいっていただけたらなと思います。袖が編み上がりました。こんな感じで松編みのパーツとちょっとこのタイルっぽいパーツとあとこことこんな感じの袖になっています。はい、そしたら袖が2枚できて前身ごろも2枚、そして後ろ身ごろですね。そしたらこのすべてのパーツを合わせて剥ぎ合わせていきたいと思います。それでは組み立てる前にスチームアイロンをかけます。こんな風に裏側から寸法に合わせてピンを打っていきます。内側終わったらスチームアイロンをかけていく。あんまりこうグワーン生地を潰さないようにちょっと離しながらふわっとスチームを当てます。すべてのパーツにスチームアイロンをかけました。スチームアイロンをかけると目が整ってこんな風に綺麗に柄が出てきます。こちらが寸法になります。まず後ろ身ごろですね。身幅60センチ、肩幅55センチ、下がりが12センチです。で、着丈が41センチですね。で、図案が12センチ、14センチ、8センチ、14センチ、12センチの柄になってます。そして前身ごろ、幅が30センチ、半ミリ 27.5 センチですね。肩幅が下がりが7センチで、ここの肩幅まっすぐ横に測ったら17センチ、着丈は41センチで同じです。で、袖ですね。袖が、袖幅55センチ、で、袖丈44センチ、袖口が38センチです。で、柄はそれぞれ9センチ、6センチ、13センチ、13センチ、3センチ。という風になっています。この寸法に合わせてスチームアイロンをかけました。それでは組み立てていきます。まずは肩線を組み立てます。で、今回は剥ぎ目が表に出るようにしてちょっとこうラインのアクセントをつけようと思うので、外表で合わせます。今こことここが表で、こんな風に合わせて、ここが中が裏になるように合わせて剥ぎ合わせていきます。今回は鎖細編み閉じという編み方で閉じていきます。細編み編んで鎖編みを編んで細編み編んで鎖編みを編んでという風に閉じます。そしたらこんな風に、今これが前身ごろですね、こっち後ろ身ごろ、外表に合わせてまず一番端の目に針を入れます。だいたい1本取るようなイメージで、ここに頭の鎖があると思うのですが、この外側を取っていくようなイメージで剥ぐと綺麗かなと思いますね。なんかあんまり4本とか取っちゃうとゴロゴロしそうなので1本ずつ取っていきます。糸をかけてこんな風に、ちょっと早かったですかね、ちょっと糸をかけて
引き抜いてまず立ち上がり鎖1目編みます。そして同じ目に細編み、ここから鎖編み1目と細編みを交互に編んでいきます。であまり厳密にここに編み入れるよみたいのを指示してないんですけど、この前後の長さが変わらないように注意しながら、だいたい鎖1目分を飛ばして拾って、なんかこんな感じに編んでいきます。こんな感じで編めました。そしたら最後にこれをキュッと引き抜き編みをしてチョキンと糸をカット。はい、こんな感じで肩が外れました。こんな風にちょっとピロッと立体的になります。この前立てだったり柄にこういう引き上げ編みを入れてちょっと立体的にしてるので、肩だったりアームホールも立体的にしたいと思います。で、嫌だなって感じの方は別に内側から同じ編み方で閉じていただいてもこんな風に平らになるので、まあ、中表にするか、外表にするかはご自身のお好みでいいかと思います。そしたらアームホールも同じように剥ぎ合わせていきます。ここが袖山、袖の中心ですね。袖の中心がこの肩線に合うようにしてアームホールを合わせて同じように剥ぎ合わせます。アームホールはちょっと距離があってずれると厄介なので、ところどころ待ち針で留めて固定をしておきます。そしたらまた袖と同じように剥ぎ合わせていきます。あ、肩ですね、肩と同じように袖も剥ぎ合わせていきます。アームホールが剥ぎ終わりました。そしたらこの袖下ですね。袖下も脇と袖下も同じように剥ぎ合わせていきます。で、ここスリットを開けたいので、この引き上げ編みをしてるところまで引き上げ編みをしているところの下ですね、ちょうどここら辺まで止めて、ここはこうピラッと開くようにしたいと思います。なのでここからぐるーっと剥ぎ合わせていきます。それでは次は前立てを編んでいきます。前立ての編み方なんですが、まずは襟ぐりを編みます。襟ぐりをぐるーっと編んでから前立てですね。なので襟ぐりからですね。襟ぐりから編みます。襟ぐりは細編みを減らし目しながら5段ほど編んでいきます。
こちらが図案になってます。この緑の細い線で描かれたのが襟ぐりです。でこの太い線で描かれたのが前立てです。なのでここから編み始めます。ここから細編みを拾って、細編みでこの身ごろを拾っていってぐるーっと編んで、ここまで編んだら次立ち上がり1目し、鎖1目して、また細編みで、ここで減らし目しながら、減らし目しながらまたぐるーっと編んで、でまたここまで編んだら次また立ち上がってっていう風にぐるーっと行ったり来たりして5段編んでいきます。それでは前立てを編んでいきます。基本的には束で、鎖編みのとこだったりとかは束ですくって、前段が長編みの場所は頭の鎖に針を入れます。でまず最初に糸2つ折りにして、糸端ですね、糸をかけて引き出して、まず立ち上がり鎖1目で同じ場所に細編みを1目編みます。あとは図案通り拾っていきます。でこの糸を渡してる糸、こういうのは一緒に編みくるんでいってください。なんか心なしか、多分ここの身ごろより細編みの目が少ない気がすると思うんですけど、わざとちょっと少なめにしていて、結構襟ぐりぐっと伸びちゃう、重力でこの身ごろの重さとで伸びて肩がぐっと開いちゃうので、少し目数を減らすことによって伸びすぎを防止してます。こんな感じで足の部分だったりとかはもう束ですくって編んでいっちゃいます。入りぐり1段目最後まで編みました。そしたら2段目立ち上がり鎖1目、で細編みをまた編んでいきます。はい、そして減らし目は2目一度ですね。細編みの2目一度はまず1回針を入れて糸をかけて出します。そして隣の目にも1針を入れて糸をかけて引き抜きます。でこの3本を一気に引き抜くと2目一度が編みます。こんな感じで2目一度を編みつつ、減らし目しつつ、細編みを編んで5段襟ぐりを編んでいきます。襟ぐりが3段編みました。ちょっと5段だと若干太くなっちゃったので、3段ぐらいがデザイン的に可愛いかなと思ったので、デザインというか編み図修正しました。はい、図案を修正しました。こんな感じで襟ぐりは3段細編みを編みたいと思います。そしたら今ここまで編んでいるので、ここから続きで細編みを編んで前立てを編んでいきます。前立てこんな感じになっています。だいたいこの長編みの足を2目で拾っていくイメージです。この襟ぐりは1段に対して1目拾って、鎖3目は細編み2目で拾う、で長編みの足は2目で拾う、鎖3目も2目で拾うという風に編んでいきます。ちょっとこの前立ての幅も編みながら調整したいと思います。一応図案では2段にしています。で、この左身頃の方はボタンホールがついています。こんな風に4箇所ですね、この鎖編みの部分がボタンホールです。でこの一番上はリボンを取り付けたいと思います。それではここから前立ての方に移ります。今こういう風に編んできました。ただこれをこんな風に横向きに持ち替えて、まず立ち上がり鎖編みを1目編みます。そして細編みの足を拾って、細編み3段なので細編み3目ですね。でここからはこの足の部分、ここを2目ずつ拾っていきます。もしこうギュッとつっちゃうとかだ
こうギュッと縮んじゃったりとかした場合は目数を増やして調整していただけたらと思います。こんな感じで足を2目ずつ拾っていきます。はい、前立て3段編みました。細編みで、そしたら今左の、前身頃の前立てが編めたので次は糸をつけて右の前身頃を編みながらボタンホールもつけていきます。前立てが3段ずつ、細編み3段ずつですね、編み終わりました。そしたらここからリボンをつけていきます。はい、それではスレッドコードを2本編んでリボンにしたいと思います。スレッドコードの長さは40センチで仕上げたいなと思ってます。なので40センチの、そうですね、3.5 倍ぐらいの量の糸端を1回こんな風に出して、ここから編み始めます。糸玉につながってる方を糸 A として、ここです糸 A、 こっちを糸 B とします。そしたらまず鎖編みを編む要領でちょっと輪を作ります。はい、ちなみに今かぎ針は8号針使ってます。そしたらここからスレッドコードを編んでいきます。糸 B を一応針にかけて、糸 A を針にかけて、この輪に通します。この2本かかってるのを2本かかっている糸を同時に、はい、こんな風にくぐらせます。糸 B をかけて、糸 A にかけて輪に通す、糸 B をかけて輪に通す、これを繰り返して40センチのスレッドコードを作っていきます。スレッドコード2本出来上がりました。そしたら前立てにこのリボンをつけていきます。まずはこの辺、こことここですかね、にここにしましょう。こことここに、この糸を通します。こんな感じで1本ずつ通します。こんな感じ、キュッと。そしたら1本の糸でこの根元をくるくるっと数回巻きます。5回ほどですかね、巻きました。で反対側も1回ぐらい巻いておいて、この根元で結びます。はい、こんな感じで結んであげます。でこの残りの糸はこの内側にしまいます。で糸を
とします。リボンがつきました。そしたらここは結ぶ、最後帰着用するときはこんな感じでリボン結びにして着用したいと思います。そしたら最後にボタンをつけていきます。そしたらボタンをつけていきます。このピンクのリングがついているところがボタンホールになるところですね。でこの青いところに、ボタンをつけていきます。ちなみにボタンはこの貝ボタンを、2つ穴の貝ボタンを用意しました。サイズが12ミリですね。12ミリの貝ボタンです。そしたらボタンつけていきます。この3段目の細編みの足の部分につけていこうと思います。はい、こんな感じで4個ボタンをつけていきたいと思います。ボタンつけ終わりました。そしたらボタンがつけ終わったら完成です。一応これ前後2ウェイで着れるようになっていて、一応一番ベストの設定はこのボタンがついてる方を後ろにして私は着たいなと思っていて、プルオーバーみたいな感じですね。後ろにボタンがついてるプルオーバーで、もうちょっと暑くなってきたらカーディガンみたいにして着るのも可愛いかなと思って、こんな感じで、これが一応後ろ身頃の設定ですね。まあもちろん前にしても着れます。そしてこの袖のね、このピラッとしたのも可愛いですね。でこっちが前になる感じ、ちょっと後ろより襟ぐりが深めで前身頃ですね。こんな感じで着用したいなと思ってます。そしたら仕上がりのサイズです。身幅が59センチ、着丈が39センチですね。で肩幅が53センチ、袖丈が42センチになっています。で袖着丈を伸ばしたい方は、まあ、この、まあ、ちょっと伸ばしたいって方はこの長編みの部分伸ばされてもいいですし、ここ一模様、この1段で一模様、あ、1段じゃない。1、2、3、4段でここの模様が一模様なので、4段ごとに増やして伸ばしていっていただけたらいいかなと思っています。重さです。重さが 487g ですね。約14玉で完成してます。いかがだったでしょうか？多分ね、思ったよりすぐ編めると思います、これ。なんて言ったって9号針なので、でも身頃も短いし、すごいね。私これすごいすぐ編めちゃったんですよ。さささーっと。まあちょっとね、図案考えたりする時間もちろんあるんですけど、基本的にはもう難しいことはそんなないので、さささーっと編めると思います。なので、もしよかったら、ぜひぜひ編んでみてください。
最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。